能登町の白丸地区。地震に襲われ、至る所に津波の跡が。今も住民の多くは避難生活を余儀なくされています。区会長の岩前純越さんです。津波はもうこの付近ぐらいまで上がってきてるんです。案内してくれたのは地区の集会所です。津波が直撃し、建物は大きな被害を受けました。この集会所に祭りで使う太鼓が保管されていました。こうなってたわけですから、このくらいのところに太鼓が置いてあったじゃないかってことです。白丸曳山祭り。毎年9月、地元の子どもたちが家内安全を願い、賑やかに練り歩きます。お囃子を披露するために太鼓の音色は欠かすことができません。難しいこういう時期ですけども、やはり大切にしてきた祭りは残したいですけど。津波で流されてしまった太鼓、それが思わぬきっかけで見つかりました。おそらく能登からだと思われます。津波で流出したのかもしれません。 SNS に投稿したのは、新潟県柏崎市で旅館を営む栃堀浩一さんです。太鼓が見つかったのは能登町からおよそ110キロ離れた柏崎市の海岸でした。あれは太鼓っぽいなっていう感じでしたね。ここはもう破れてしまっていて、で中は本当に砂が詰まってたんですけど、ここにヘッドを突っ込んでシャワーで中きれいに洗って砂を出してですね。太鼓をよく見てみると、そこには白丸という文字が。地名ではないかと考え、すぐにスマートフォンを手に取ったといいます。検索をして、地名検索をして、でやはりこう能登の、白丸区っていうところがマップ上に出てきたので、やっぱり能登から漂着したものだなと。太鼓を見つけた栃堀さんは、その日のうちに SNS で情報を発信しました。すると白丸地区に住む人から返信が。太鼓が流れ着いている投稿を拝見し、驚きとともにとても嬉しく思います。見つけていただき、発信してくださってありがとうございます。まさか私らの太鼓がそこへたどり着いて、こういうことになるとは、まあ、はい、びっくりしております。祭りの中の必需品ですからね。祭りはコロナ禍で2019年から休止していましたが、岩前さんは将来のために太鼓を残していきたいと話します。栃堀さんは太鼓を大切に保管しながら、何か力になれることを探したいと話します。やっぱこういうご縁がないと、僕らも漠然とした支援ってなかなか気持ちはあるけどやりにくいっていうか、届けにくいものがあるので、明確にこの白丸の人たちの生活を支援するとか、復興支援するみたいなことで何かができればいいなと思う。太鼓をきっかけに能登への支援の輪が広がっています。珠洲市の中心部、海沿いのこちらの地域でも津波の被害がありました。あのように市内では動かなくなった車が放置されたままになっています。そんな中、車を無料で貸し出す支援が今日からこちらで始まりました。
今日からここ珠洲市で申し込みの受付が始まったのは、被災者や支援活動を行う団体に車を貸し出すサービスで、軽トラックなどを最大3日間無料で借りることができます。能登半島地震の後、七尾市や輪島市など県内4カ所に受付の窓口が設けられ、このうち七尾市では1ヶ月間の長期貸し出しも受け付けています。津波の被害などで自家用車を失った人が多い中、復旧作業で車の需要が高まることもあり、先月の受付開始からこれまでにおよそ1000件の申し込みが寄せられたということです。のつもりなんですけども、あ、こちらです。助かります。なぜ17日から金沢引っ越すので、その時に荷物運ぶのに大きな車あったらお願いしますということです。ありがたいです。非常にありがたいです。被災された方のお力になりたいということで、寄付をいただいているので、とにかく一日でも早く被災された方のお役に立てるようにというふうに思って活動させていただいてます。被災者に貸し出される車は寄付された中古車ですが、申し込みが多く不足しているということで、団体では車の寄付を呼びかけています。以上、中継でした。県と羽咋市によりますと、今月9日ごろから13日にかけて、羽咋神社の境内でカラスが5羽相次いで死んでいるのを近くに住む人が見つけました。県が回収し、国立環境研究所で検査したところ、5羽すべてから高病原性鳥インフルエンザウイルスの H5 亜型が検出されたということです。県内で確認されたのは去年2月以来6例目で、一度に複数の死骸から検出されたのは初めてです。県は半径10キロ以内のため池や河川などで野鳥の監視を強化しているほか、養鶏場などに注意を呼びかけています。一般入室の出願は今月15日から始まり、今日までに6650人が出願しました。全体の平均倍率は 0.98 倍となっています。学校別で出願倍率が高いのが金沢桜ヶ丘の 1.47 倍などとなっています。一方、能登の高校では出願者数が前年度の半数程度に落ち込む高校もあるなど、地震の影響が現れた形となりました。出願の取り下げや変更は今月26日から29日の午後3時までとなっています。試験は来月6日と7日に実施され、14日の正午に合格発表が行われます。また奥野と西2町から避難している受験生は、希望に応じて金沢市内の県教育総合研修センターで受験できるということです。詳しい出願状況はテレビ金沢のホームページ、またはテレビ金沢のテレキンちゃんアプリから確認することができます。候補地域となったのは、金沢駅から武蔵ヶ辻、南町、高林坊、片町に至る都心地区沿線です。このエリアでは金沢 M 座の建て替えや日銀金沢支店の跡地利用、金沢都ホテル跡地など課題が山積していて、市は去年12月候補地域にするよう内閣府に申請していました。指定されれば税制上の優遇や金融支援などが受けられるほか、高さ制限にとらわれない自由度の高い開発が可能な特別地区が設定できるようになります。市は今後指定に向けて国などと準備協議会を設置し、エリアや整備方針を取りまとめることにしています。村山隆市長は、国・県と連携を図りながら民間による開発の機運を高め、都心地区全体の面的整備の促進につなげていきたいとコメントをしています。今日、輪島署を訪れたのは警察庁の露木康弘長官です。露木長官は被災地で救出活動や防犯活動に取り組む警察官を激励した後、輪島市内の避難所を訪れ、玄関先に設置された防犯カメラを視察、被災地の防犯体制を確認しました。県内ではこれまでに震災に便乗した犯罪が49件発生していて、このうち窃盗が41件でおよそ8割を占めています。警察では現在662台の防犯カメラを避難所や信号機などに設置していますが、今後1000台に増やす予定で、
さらなる犯罪抑止につなげていく方針です。今日から珠洲市で被災者に車を無料で貸し出す支援が始まりました、今のニュースの予告でもお伝えしてましたけれども、今日からですね、そうです、利用できる車種は軽トラック、軽バン、貨物車です、期間は3日間で何度でも利用することができます、また利用については事前の申し込みが必要になります。これ荷物の移動とかで便利ですよ ね、助かりますよね。車使えない方いると思うので、ただ道の状況がまだ分かってないところもあると思うので、そのあたりは注意していただきたいと思います、続いて穴水町では昨日から避難所と医療機関などを結ぶ無料循環バスの運行が始まりました、穴水駅を発着点に避難所となっている穴水中学校や林業センターと穴水総合病院などを結びます。平日のみで朝昼夕方の1日3便が運行しています。またインターネット上の偽情報、誤った情報にご注意ください。二次元コードを添付して寄付金や募金等を求める投稿などは真偽の不確かな情報があります。安易に拡散せず、公的機関の情報や報道などにより確認をお願いします。うわ、これうまそう。美味しいですよ。まだ不便なところもありますけど、少しずつ解消してきているので、普段通りの生活がだんだんできるようになってきました、私らが育てたその牡蠣を食べていただいて、笑顔だったり、美味しいという言葉をいただけるのが一番最高の喜びですね。ボランティアって言うても本当に大変な作業だと思ってますんで、お荷物だと重たいものを持ったりとかされてると思いますから、ゆっくりと休んでいただきたいなと思ってます。災害後の片付けにも役立ててもらおうと、軽トラックなどの貨物車が貸し出し用に準備されました。今日から珠洲市で申し込みの受付が始まったのは、被災者や支援活動を行う団体に最大3日間車を無料で貸し出すサービスです。能登半島地震の後、七尾市や輪島市など県内4カ所に受付の窓口が設けられ、このうち七尾市では1ヶ月間の長期貸し出しも受け付けています。津波の被害などで自家用車を失った人が多い中、復旧作業で車の需要が高まることもあり、先月の受付開始からこれまでにおよそ1000件の申し込みが寄せられたということです。あ、こちらです。助かりますな。17日から、金沢引っ越すので、その時に荷物運ぶのに大きな車あったらお願いしますということです。ありがたいです。非常にありがたいです。被災された方のお力になりたいということで、寄付をいただいているので、とにかく一日でも早く被災された方のお役に立てるようにというふうに思って活動させていただいてます。被災者に貸し出される車は寄付された中古車ですが、申し込みが多く不足していて、支援を行う団体は車両の寄付を呼びかけています。去年の8月から七尾に、今和倉の、温泉の近くにですね、今アパートで、住んでおります。我々はいつもここで練習会場として選手たちが使っていたので、選手たちもここに住ましてもらって、練習の、してる時に、
野菜を届けてもらったりとか食事をご馳走していただいたりとかということで本当に立場の方々心優しい方も多くてで選手たち本当に子供のように孫のようにすごくよくしてもらって、七尾田鶴山の皆様へ、まあ、全国というかにいろいろと行かせてもらってますけど、この田鶴山の方々って本当にピュアだし、優しい家族のようにしていただいているそんな地域というか人たちが多いところだと思っています。まだまだこれから、復興するためには長い日々を過ごすと思いますけども、共に絆を結び合いながら、一緒に頑張っていきたいと思いますし、ぜひ頑張って、田鶴山をまた元気にしていければと思います。料理作ってくれる人がいるとありがたいです。原島さんへいつも美味しい食事を作っていただきありがとうございます。毎日の食事が楽しみになっています。サムライズの応援も頑張ります。マスクしてるんですか？してません。あ、してない。してないです。旅館から運び出されてきた敷布団に掛け布団、30組の布団を提供したのは七尾市和倉温泉の旅館加賀屋です。加賀屋も地震で被害を受け休館が続いていますが、ボランティアとして駆けつけてくれた人たちの助けになりたいと提供を決めました。ボランティアって言うても本当に大変な作業だと思ってますんで、お荷物など重たいものを持ったりとかされていると思いますから、ゆっくりと休んでいただきたいなと思っています。暖かいですよ。布団を積んだトラックが向かった先は輪島市の菓子店。店の2階にある空きスペースをボランティアの宿泊場所として貸し出していて、昨日時点で7人を受け入れています。布団が届いたことで最大15人から20人を受け入れられるということです。早い段階で入ってこられたボランティアの皆さんが移動の時間を短縮できる、あるいはこの移動の時間をボランティア活動に回したいということをおっしゃってましたので、まあ、寄宿舎があると活動時間が延長するということで、まあ、有効ではないかなと思っています。広い範囲で今も断水が続き、水道が使えない状況が続く七尾市。市内の住宅街の一角に住民たちで作り上げたある施設が建っています。それがこの仮設風呂です。温かいお風呂で住民がリフレッシュできるようにと先月14日に建てられました。誰でも無料で使えます。お湯加減どうでした？めっちゃ気持ちよかったです。3日ほど入ってないので気持ちいいです。衛生面を考慮して入浴方法は湯船には使わない、かけ湯式となっています。体が冷えないように室内の温度は30度に保たれています。そんな仮設風呂を作ったのは関東で建設会社を経営する篠原雄一郎さんです。いつも散歩するからここぜひ来てください。そうなんですか。はい。篠原さんは妻の実家のある七尾市に家族で帰省中、大きな揺れに襲われました。町が被災し、地域の人たちと協力して生活する中で、風呂なんか今あったら夢のような、夢だななんていう話で、仮設のお風呂を
やらせていただいてもいいんじゃねえかなんてお話になりました。篠原さんは関東にいる従業員と連絡を取り、早速仮設風呂の建設に取り掛かりました。すると地元の業者さんが、おお、だったら俺手伝ってやるよ、もうすぐ駆けつけてくれて、建築家さんがもう水道もう配管工事なんかもパパってやってくれて、本当ありがたい、皆さんの力があってこれできてるんですよね。また近くで被災した入浴施設が井戸水を提供するなど、まさに地域住民で作り上げた仮設風呂です。今では体の芯まで温まると評判になり、多い時には80人ほどがこちらの風呂を利用しています。暑い、本当に暑かった、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。どうも、ちょっと暑いってねでも暖かい方がいいのかなと思ってます。僕もやっぱり1週間入れなくてしんどい思いたくさんしたので、ちょっとでもこちらのお風呂が皆さんのためになってくれればなと。あ、すごいすごい、来た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 、もう少し来ます、校庭の隅に集まっていた人たち。スコップで掘り起こしていたのは、みんなで埋めたタイムカプセルです。熊本地震の後、県内で唯一グラウンドに仮設団地が建設された益城町の飯野小学校。飯野小仮設団地では、地震で自宅を失い入居した人たちと学校に通う児童との交流が生まれました。5年前、2019年2月11日、解体されることになった仮設団地の思い出を残そうと、みんなでタイムカプセルを埋めることにしました。地震の怖さも体験しましたが、人とのつながりの大切さを知りました。5年後もこのつながりを持ち続けたいです。避難生活をきっかけに生まれた絆を未来につなごう。5年後に再びここに集まり、みんなで掘り起こすことを決めました。そして迎えた約束の日。小学校に懐かしい顔が集まりました。地震当時、飯野小学校の校長だった柴田俊博さんも見守ります。何が入ってるのかなってのがあるんだけど、成仏、なんか書いたの覚えてるんですけどね。掘り始めてから数十分、あの日埋めたカプセルが姿を現しました。楽しかったです。何が出るかを試しに、楽しみにしよう。5年後の自分に手紙書いて、確か埋めたけど、やばい、埋めた気がする。なんか将来の夢とか書いた気がする。え、わかんないです、覚えてないです。5年の間に大きくなった子供たち、中にはこんな再会もありました。まだこの子が小さい時に、私が自治会長してたんですけど、その時によく遊んでた子供です。とにかく可愛かったんですよ。この子がこんな大きくなったっていうのも今日が初めて。仮設団地で出会い、よく一緒に遊んでいたという2人。当時4歳だった男の子も小学3年生になりました。思い出話も盛り上がる中、いよいよタイムカプセルを開封します。じゃあちょっと一緒に開いていきますね。ちょっと手伝ってもらっていいですか。中から出てきたビニール袋、大切に入れられていたのは
5年後の自分への手紙でした。7歳の私は泣き虫です。13歳の私は泣き虫ですか。2つ目の質問です。今彼氏はいますか。いますか。いなすいません。やばいよ。はい、お母さんです。横にも上にもどっちにも大きくなりました。塚本です。よかったです。無事叶いました。5年後当時仮設団地に住んでいた女性は、思い出しました。どんな思い出でした。やっぱり楽しかったです。子供がいることで励ましてもらったりします。復興へとそれぞれの歩みを進めてきた5年間、当時の校長先生の手紙に書かれていたのは、自分でやっぱりボランティア頑張りたいな、やっぱり支援受けたので自分でお返ししたいなとかあって、そのこと書いてますね。能登の方にも多分本当は2月に行くはずだったんですけど、ちょっと病気しちゃって行けなくなっちゃったので、まあ体力整えて、まあ早めに4月ぐらいに行きたいなと思っているところです。熊本地震の際に受けた恩を返したい。発災から間もなく8年を迎える今、その思いは元日に起きた能登半島地震に向けられていました。やっぱり一つのけじめでしょうね。これからまた頑張っていこう、新たにまた災害のことに備えていこうとか、そういうふうな新たなこう決意になるといいなと思ってます。避難生活を過ごした仲間とともに能登半島地震の被災地へメッセージを送ることにしました。地震で今は辛いと思います。でも必ず復興できます。それまで頑張りましょう。熊本から応援します。手を取り合えば乗り越えることができる。タイムカプセルが運んでくれた確かな思いです。奈良尾市にある集会所で行われたのは、阪神淡路大震災をきっかけに生まれた足湯のボランティアです。被災者に束の間でも心を休め、疲れを癒してもらうとともに、会話を通じて必要な支援を拾い上げる狙いがあります。今日は関西から駆けつけた大学生らが被災者の心と体にぬくもりを届けました。趣味ってあるんですか。温泉行くのが一番好きやけど。ああ、そうなんですね。だからこれ一番好きかも。あ私は被災した経験がないんですけれど、その方の話から今の自分に何ができるのかっていうのを少しでも考えていきたいなっていう。ちょっとでも温かい気持ちを届けられたなと思っています。涙出るほど嬉しい。ありがとうございます、ね、僕も今日初めてで、ちょっと緊張したんですけど、そんなこと言われたらとても嬉しいです。いちいちでも生きるよ。頑張って生きる。明日は和島市の和島高校で行う予定で、神戸から能登へ届けられたぬくもりで心と心をつないでいきます。奈良尾市にあるのとかきが食べられるこちらのお店では、今日およそ1ヶ月半ぶりに店が再開し、多くのお客さんでにぎわっていました。かきがにじみ出てくる感じ。にじみ出てくる、はい、とっても美味しいです。この一月はやっぱりカップラーメンと、ね、レトルトとかそういうの多かったし、待ち望んだ味は、美味しいんですよ。この店に牡蠣を提供しているのが隣接する山下水産です。能登半島地震で断水し、漁の道具を入れる倉庫が全壊。
成長する前の牡蠣が流される被害もありました。しかし店には牡蠣をまた食べたいという多くの声が寄せられ、断水の解消を受けて再開を決めたといいます。そして今日の昼時、店は多くのお客さんでにぎわいました。みんなでこうやって元気にまた集まって働けるっていうのが、やっぱありがたいことやし嬉しいことです。だからみんな楽しみなんだ。また能登の復興を願ってこんなサービスも。来月末まで名物のカキフライ定食が1400円から1000円に、カキ丼が900円から500円になる期間限定の割引です。この能登牡蠣の魅力をですね、発信し続けること、これによって復興支援になるというふうに思っておりまして、私らが育てたその牡蠣を食べていただいて、笑顔だったり、美味しいという言葉をいただけるのが一番最高の喜びですね。はい。